試合が開始されます。このパスはダメでした。通りません。仕掛けます。つながります。サーラ決まるか。ここはボールを奪いに行きます。ナスリ、ギャン、ディアビ、キーパーへボールが戻されます。これはパスミスになった。ボールを奪おうとします。ボールダッシュを狙います。タックルでボールがこぼれました。このボールはタッチを割ります。スローインです。カットを狙います。ここはライン際でボールを奪いました。跳ね返ってボールが外に出ました。スローインです。ギャン、効果的なパスが通る。危険な場面でした。クリアでひとまず逃れます。これはどうなりますか。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。モリエンテス、フォワードはやりやすいでしょう。彼のパスは素晴らしいですよ。トーニー、カナ、さあ突破だ。ディフェンスに当たった。キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。モリエンテス、ディアビ、カイト、ここを起点にできるか。切り裂いた。ディフェンス混乱しています。ボレーで決める。クリアボールは再び相手に渡っています。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。攻撃に移りたい。トーニー、ボールを奪おうとします。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。ウタカ、さあどうきますか。カナ、パスコースにはディフェンスがいます。仕掛けてきました。このボールは重要です。ナスリ、ここはボールを奪いに行きます。モリエンテス、サーラ、モリエンテス、パス通りました。顔を上げたい。前方に運びました。スローインからゲームは再開です。トーニー、このボールはスローイン。攻守の切り替えが大事です。サーラ、チャンスの匂いのするパスです。攻撃を組み立てられません。
相手に渡ります。前に出しましたが気を抜けません。クリアですがここは味方につながりません。ボールを取れるでしょうか。このパスはいけません。タッチラインを割ります。ギャン、ボールを奪いに行く。ここまでのボール支配率はご覧の通りです。勝負どころと見たか、前に飛び出します。さあボールを取りに、笛が鳴ってファール。これは来た、パンチングで弾きました。入った。ハーフタイム直前にリードを奪いました。監督もリードして折り返せるということで後半のプランを作りやすくなりましたよ。モリエンテス、ここはボールを奪いに行きます。ボールを取りに行きます。ボールはどちらにこぼれるか。ゴールキックになります。前半が終了しました。後半のキックオフです。ボールダッシュを狙います。ここはプレーオンです。競り合いになりました。前方に運びました。うまくクリアしましたが味方につながりません。このパスはダメでした。通りません。モリエンテス、ゴール前、頭で、まだボールは生きています。踏ん張りどころでしたからね、よく耐えましたよ。仕掛けます。ボールダッシュを狙います。さあどうだ。ちょっと危険なプレーでした。フリーキック、予感のあるパスがつながった。しっかり読んでいた。ここはタッチに逃れます。中に人は、いいクロスでしたが惜しくも合いません。モリエンテス、ボールを奪おうとします。なんとか一息つきました。スローインです。サール、シュート、惜しい。シュートはわずかにゴールの外側でした。ディアリ、モリエンテス、ここで攻守が入れ替わります。ボールを奪おうとします。いいパスつながった。ここはボールを奪いに行きます。ディフェンスがブロック。ボールダッシュを狙います。モリエンテス、これはどうなりますか。レコバ、モリエンテス、カナ、戻すしかないということでしょう。トーニー、カットを狙います。スペースを狙ってきた。カイト、仕掛けてきました。これはパスミスになった。
ファールです。主審の判断はどうでしょう。カードが出ます。イエローカードです。落ち着かないといけませんね。ここは押し出します。いいクリアでしたがさらに拾われます。いい形を作りつつあります。入るか。安定したボールさばきです。ひとまず前に出しました。クリアはさらに相手ボールになります。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。カナ、カイト、仕掛けてきました。ボールを取れるでしょうか。ボールを奪いに行く。主審は流します。プレー続行です。ここを起点にできるか。攻撃に移りたい。トーニー、素晴らしいスタミナを披露しています。この時間帯でも動きが衰えません。チームにとっては本当に貴重な戦力です。コーナーキックです。ボレー。このボールは重要です。スライディングです。カイト、客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。ボールを奪おうとします。スローインでのリスタートとなります。トーニー、モリエンテス、カイト、さあボールを取りに行った。この試合はまだまだ分かりません。つながった。カイト、あっとナスリ、ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここはボールを奪いに行きます。ここはボールを奪いに行きます。フラッグが上がっています。オフサイドです。トーニー、パスコースにはディフェンスがいます。さあ残り時間はわずか。吐き出した。タッチラインを割りました。彼に当たっていたようですね。カナ、危険な位置です。緊張感が増してきます。このパスはいけません。タッチラインを割ります。ちょっと試合が荒れてきましたね。この時間になって焦りがこういう形で出てきてしまったのはちょっと残念ですね。ギャン、ボールを取りに行きます。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。オニー、1対0のまま試合は終了です。